はい、どうも、ともしです。チャンネル登録よろしくお願いします。今回はですね、飛ばない店がマクドナルドしかないってそれマジって感じなんですけれども、まあいろいろね、あるでしょうね。場所とかチャリカーとかバイクとかとかいろいろあってね。まあぶっちゃけた話、バイクだとあんまり仕事バカだとあんま稼げないっていうのもあるんですけどね。で、まあなんだろうね、1キロ、3キロ、5キロぐらいに分けたとして、まあ、3キロだったら飛ばない、バイクだったら飛んだに入らないんですよね。でも3キロで飛んだって考えるチャリの人もいるかもしれないんで、まあその辺は人それぞれさじ加減だと思うんですけどね。まあだからね、飛ぶ店はね、もう5キロ以上ですね。それを避けたい。5キロ以上避けたい。3キロだったら、まあうちの地元だったら東陽町から豊洲ぐらいだったらまあ我慢できるじゃないですか。東陽町から豊洲とかだったら我慢できるんだけど、まあこれがどこだろうね、川の向こうとかね、あるいは門前仲町から亀戸とか、門前仲町から押上とかさ、ここみたいなのはもうちょっと勘弁なんです。そんなのやってらんないじゃないですか。その辺のさじ加減であって、飛ばない店って言ったら、まあ、マクドナルドだけじゃなくても、例えばだけど、モスバーガーも飛ばないでしょ。ローソンも飛ばないでしょ。ね。ローソンも飛らないし、まあ、わかんないけど、チェーン店大体飛ばないと思いますけどね。唐吉もそんな飛ばないと思うし、大戸屋もそんな飛ばないと思う。大戸屋もそんな飛ばないと思うし、まあ、直火屋なんかは、チェーン店じゃないけど、そんな飛ばないし、まあ、たまに火災とか飛ぶけど。なので、まあだから、すっげえ飛ぶ店は避けた方がいいみたいな感じ。私はだから、この辺で取らないのは、まあ、最近なども英福機とかフィロニコは取らないですね。うん。だそういう店かな。肌感覚かな。微妙なさじ加減なんですけどね。まあ例えばだけど、すさぎのところにある、クレープ屋なんかも結構飛ぶんですけど、まあ、まだ取ってますね。取ってますね。表はもう最近はショートが多いけど、まあ飛ぶときは飛びます、結構。たださ、だからやはり基本的に店舗が細々あるところは飛ばないじゃないですか。例えば大戸屋だったら、亀戸にもあるんですよ。だから大戸屋は亀戸方向には飛ばないですよね、基本的にね。あとは牛丼屋は飛ばないじゃないですか。すき家だとか吉野家とか飛ばないでしょ。だからやっぱ基本、まあ、もちろん例外はあるんだけど、基本的には近い店から頼むじゃない、みんな。近い店から頼むから、そっちに他の店があったら、そっちの方には飛ばないわけですよ。で、だからすごいこう、チェーン店じゃなくても、例えばインドカレー屋とかだって、まあ、あちこちにあるじゃないですか。タピオカ屋とか。タピオカ屋も、なんか最近また減ってきたけど、たくさんこう、同じようなものを取り扱ってる店があれば飛ばないと思うんですよね。ただ、そのすげえこう、なんか、独特なやつだと、近くに似たような店がない店は飛ぶんじゃないですかね。どうしてもその店じゃなきゃいけないんだよみたいなところは飛ぶわけでしょ。あとさ、謎じゃないんだけど、門前仲町のケンタッキーはチェーン店なんですけど、めちゃめちゃ飛ぶじゃないですか。飛ぶことで有名なんですけど、そういったまあいろいろありますよね。そういった門中のケンタッキーは多分すごいうまいと思うんです。嘘ですけど。あと地理的な状況とかもありますよね。門前仲町はもう湾岸に飛ぶリスクがあるじゃないですか。だから例えばだから同じようなエリアでやってても、東洋町はだから有明のは飛ばないですからね。東雲は飛ぶんだけど、有明に飛ぶのはもう門中なんですよ。で、隅田川を渡って中央区、隅田川入って渡って中央区とか、築島とか行くともう六本木方面飛ぶからね。ここがね、すごい際どいんだけど、中央区を取らなければ、六本木新橋の方には飛ばないんですよ。六本木新聞、たまに門中から浜離宮の方もあったりするんだけど、ね、そこがね、あれなんです。だから、隅田川伊勢を取らなくすれば、もうそっち六本木方面に行かないから、六本木とか、なんだっけ、ね、あっち行かないんですよ。そういうとこじゃない。そういうとこで、だから結局っていうかさ、肌感覚で、まあ、わかんない、転生してる人はよくわからないけど、肌感覚で、こう、際をこう、ね、こう、ギリギリを攻めるみたいな感じでやっていくしかないんじゃないですかね。まあ、いろいろだよね。でも、ならないときは、まあ、取らざるを得ないし、ね、
飛んでも転戦できればいいんじゃねみたいな話もあるんだけどね。私はまあ最近は無理せず帰ってきますけどね。だから無駄ですよね。5キロとか飛んでまた5キロ無音で帰ってくるわけですからね、まあ、オフラインですからね。また帰って自分の休まで帰ってきますから、そういう意味でもだからロングは避けないといけない。近ければずずりでずっとぐるぐるできるんだけど、飛んじゃうと、まあ、そこでも転戦できればいいけど、私はもう嫌なんで戻ってきちゃう。いや、その辺も人によってやり方次第なんじゃない。私はだから最近はもうあれですよね。この辺のエリアでしか撮らないんで、撮る店限定みたいな感じで、うん。だから飛ぶのもさ、例えばなんだろう、ね、そういう意味では有明とか東雲に飛ぶのと、そのなんだろうね、亀戸とか錦糸町に飛ぶのはまあ違うかもしれないけど、現状私にとっては変わらない。両方とも戻ってくるから、ね。まあ、もちろんだからさ、だから人によっては、私はその都心に飛ぶのも嫌だから、人形町とかそのさ、上野の方とかに飛んでも戻ってくるから、でも人によってはすげえラッキーな人もいるわけでしょ。だからそういうのでね、あれなんだよね、その、行き先がちゃんと公開されてれば、そのいろいろあるでしょ。遠いけどそっち方向だったら行くっていうようなのがあると思うんですよ。ね、あで帰り道だからちょっと遠いけど行くよみたいな、そういうのであるべき、そういうのがフェアであると思うんだけどね。もしその本当にライドシェアだっていうんだったらね、うん、ウーバータクシー、ウーバーってさ、日本は違うかもしれないけど、なんかあれ方向によって値段が違うらしいよね。こっちにいっぱい需要があって、こうそこから帰る便は安くなるみたいな感じで、そういうのがあるらしいんだけど、ウーバーイーツというのはないもんね。純粋に距離だけでしょ。だから本当にそのウーバーのテクノロジーをもってすれば、なんかこう、ね、なんていうのかな。なんか、うん、なんかあるんでしょ。よくわからんけど。私はだからもう全然さ、もうシミも何もないエリアで戦ってまして、もうブーストもほとんどブーストもないしシミもないエリアで戦ってますけど、例えばだからシミなんか、私はたまにさシミにこうのところ真ん中はシミてたりするんですけど、シミてるとなんかならない気がするんですよね。やっぱそのシミ、みんなシミのところに来るから、シミてない方がなるでしょう。みんなシミじゃないと取らないみたいになるから、シミだと割とならないのかなとか思ったり、あとシミってなんかこうどんどん弾かれちゃうんでしょ、だいたいシミからこうどんどん出されてシミに戻ってみたいな、そういうのもあるんでしょ、よくわからないけど。でも魅力的ですよね。100円でも200円でもね、毎回つけばね、1日20件30件やってくれば違ってきますよね。まあ1日中シミが出てるわけではないですけれども、はい、そんな感じで別にだから全然店で選ぶのはできると思いますよ。店でチェーン店かチェーン店じゃないかって感じですよね。まあ基本的にその飛ぶチェーン店はないんですけど、ただね、その加盟チェーン店だからっていう問題でもないんですよ。加盟が多いか少ないか。ローソンも昔は飛んだ。ローソンも 今のファミマみたいな感じで加盟店が数店舗しかなかったら飛ぶんですよ。やっぱり今でも例えばナチュラルローソンの方が飛ぶ。ナチュラルローソン飛ぶんですよ。ただローソンはもうね、加盟店が多いから飛ばなくなった。だそういう意味ですよね。チェーン店かチェーン店じゃないかっていうよりもっと表現を正しくすると、加盟店が多いか少ないかですね。多くこう網の目のように加盟しているお店は飛ばないですね。はい、そんなところで。チャンネル登録よろしくお願いします。ともしーでした。